今回は前回の動画の続きになります。前回の動画をご覧になってない方は概要欄のリンクから飛べるようになっているので、ぜひそちらもご覧になってください。では早速、我が家の採用したオプション一覧の後編ですね。前編と同様に金額順になっているので、後編に関してはもうそんなに金額の高いものはありません。なのでまあ細かいオプションばかりですが、残り20点、いってみましょう。まず21番、エコキュートの変更ですね。うちは370リットルのものにしました。うちは大人2人と小さい子供2人の4人家族なんですけど、お湯が途中で切れたことは未だに一度も、ありません。母親が泊まりに来るだとか、事前にお湯をたくさん使うことが分かっていれば、多めに沸かすように設定してるんですけど、基本的にはお任せっていう設定にして、その量で十分足りています。であと、水圧、シャワーの水圧が弱いのは嫌だったんで、ハイパワーのものには絶対したかったので、このタイプに変更しました。22番、情報コンセント、LAN ケーブルとテレビの配線が、できるものですね。でこれは、前回の動画の19番で紹介した電気のコンセントとはまた別で、LAN ケーブルを接続できたり、テレビを設置するために必要なコンセントになります。この写真で言うと、普通のコンセントは左側で、右側がこの情報コンセントになります。ちなみにうちではデスクトップのパソコンは有線で接続するようにしています。というのも一条工務店は床暖房のパネルのせいで Wi-Fi が遮断されてしまうっていう情報を打ち合わせの前の段階でいろんな人のブログなんかを見て、情報を仕入れてたので、最初から有線で接続するような位置にこの情報コンセントを設置してます。でこれは1階に2箇所と2階に1箇所つけました。続いて23番、これも前回の動画の8番で網戸については散々愚痴も含めてご紹介したんですけど、勝手口とバルコニーの部分はさらに別でオプションになります。それぞれ1万5000円ずつ費用がかかるっていう、謎の仕様になってますね。で続いて24番、立水栓変更。これは別の動画で紹介したオプションなんですけど、屋外の立水栓でお湯を使えるように混合立水栓に変更するための費用です。これは今の時期は特にありがたみを感じられるオプションなので、冬場に手洗いで洗車をされる方なんかは特におすすめする、オプションですね。続いて25番、室内用物干し金物。これはホスクリーンっていうどこにでもつけられる物干し金物なんですけど、間取りの紹介動画の中でもこのホスクリーンがどこについてるかっていうのは話しているので、そちらを参考にしてみてください。26番、レースハニカムシェード。これはリビングの西側の大きな窓部分なんですけど、西側の窓は標準で遮熱のハニカムシェードがついてくるんですけど、遮熱のハニカムシェードだけだと光を遮断しすぎてしまうので、臨機応変に光を取り込めるように、その遮熱ハニカムシェードの内側にもう一つレースのハニカムシェードも入れてます。この費用がこのレースハニカムシェードのオプションですね。続いて27番、照明です。これも前回の動画の9番で紹介したものから、さらに別で追加した分になります。続いて28番、こちらも前回の動画で触れましたが、IH クッキングヒーターで IH 専用調理器具以外の調理器具を使えるようにする費用ですね。続いて29番、これは壁の強度を高める補強材で、うちみたいに20畳ぐらいの広いリビングを取ろうとすると、耐震性能上かな、必ず入れないといけないものだそうで、本当に広いリビングっていう希望の間取りを叶えようとすると仕方なく発生してしまうオプションで、泣く泣くオプションにしました。
30番分電盤変更感電リレー付きなんですけど、これは本当に保険も兼ねてと言いますか、大きな地震が来た時に勝手にブレーカーを落としてくれるもので、これがあることで火災の発生を防いでくれるっていうやつですね。まあ、来るか来ないかわからない地震なんですけど、これぐらいの値段ならつけておこうかなっていう判断で、つけました。31番、これは勝手口の土間部分に補強が必要だっていうことで、もう有無を言わさずオプション入りですね。32番、屋外物干し金物、これは、バルコニーで物干しができるようにっていうことでつけたオプションなんですけど、うちは基本的に部屋干しをするので今のところ使った記憶があんまりないです。まあ、いつか役立つ日が来ると思ってるんですけど、今のところ使ってないですね。で、33番、ハニカムシェードを電動式にするオプションですね。26番のレースハニカムシェードのところで話したんですけど、遮熱とレースハニカムを同じ窓につけると自動的に電動式のハニカムシェードに変更になります。で、これに変更するとリモコンでハニカムシェードの操作ができて、ワンタッチで開けたり閉めたり、することができます。友達なんか来た時は結構これで操作すると、みんな驚くんで、なかなかどやれる、オプションですね。で、34番、情報コンセント、これは LAN だけのものですね。これは22番の情報コンセントとはさらにまた別のもので、これに関してはテレビの接続はできないタイプです。LAN ケーブルの接続端子があるコンセントになってて、こんな感じでコンセント3口と、LAN ケーブルの差し込み口が1口、ついたものです。続いて35番、天棚施工ですね。これは玄関収納の上にある棚で、その玄関収納の広さが1畳以上あったら標準になるそうなんですが、うちはその広さ自体1畳ないので、この天棚がオプション扱いになります。で、今はキャンプで使うテントなんかを置いてますね。で、36番、バスタオル用タオル掛け追加、これは読んで字のごとくなんですけど、洗面所の壁に取り付けてもらいました。結構毎日使ってますね。37番、電気工事、これはスイッチの点灯と消灯を知らせてくれるもので、パイロットスイッチっていうのはスイッチがオフの時に緑色、スイッチがオンの時に赤色に点灯するようになっているスイッチです。これはスイッチがオンなのかオフなのか分かりにくいところで使用するものですね。家の中から家の外のライトを操作する時なんかに採用するといいとのことです。で、反対にホタルスイッチっていうのは消灯してる時でもスイッチの場所が分かるように、常時消してる時は赤いランプが点灯します。これはもう部屋の電気のスイッチがどこにあるかっていう、まあ、分かりやすく案内するための、スイッチなので、各部屋に設置するのがいいのかなと思います。で、38番、照明器具ですが、これは一条工務店のカタログにない照明器具の分ですね。で、キッチンに妻が自分で選んだライトを使いたいということで、そのライトをつけるためのレールを設置した費用です。で、39番、壁下地補強、これは、テレビを壁掛けにするための、下地補強をした費用ですね。で、今は壁掛けのテレビではないんですけど、まあ、ゆくゆく壁掛けのテレビにしたい欲が出てきた時に対応できるように事前に補強してます。多分そんなに高い金額でもないので、まあ、本当に念のためっていう感じですね。で、最後40番、トイレのペーパーホルダーを変更してます。まあ、こんなやつです。まあ、これなんかは完全に妻の好みなんですけど、まあまあ安いんで、入れてます。というのが、後半分の20点です。前編と合わせて40点、今回これまでご紹介しましたが、実際に希望して採用したオプションもあれば、使用上必ずつけないといけないオプション、まあ、俗に言う一条ルールってやつですね。まあ、耐震性能とかを満たすためだったり、まあ、いろんな条件をクリアするために必要なものもあるんでしょうけど、まあ、これくらい標準にしてくれよっていうものもいくつかあるなっていうのが正直な感想です。
で、皆さんはどんなオプションを採用されたかというのがちょっと気になるので、この動画をご覧になった、現在建築を検討中の方の参考になると思うので、ぜひ皆さんコメントいただければと思います。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。